足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、酒井です。争いの後だ。殺せ。政子殿はどこだ。答えぬか。この者どもは。蒙古ではないが野党でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。血だ。誰か生き残った。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡。追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。無名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。
親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない、刺客が生きておる。報いを受けさせましょう。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩義の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。動かないでください。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。宗玄という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。
心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。もう鍛えられません。礼を言う。酒井様、ご無事で。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため浅間の氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、
だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。宗玄め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるの。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ。他は殺す。いざ勝負。Thank you.
は中におる。行くぞ。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿。私は家族を埋めたのだ。一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。カエのブグ、援軍が来るはずだったのか。子供を殺した褒美か。これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。